いらっしゃいませ。3名様で。ああ。ご指名はございますか。サッチャ。ああ、いや、サエコさん頼むわ。かしこまりました。失礼します。3番テーブルご指名です。ごめんなさい。失礼します。ちょっとなんちゃん。キリュウさん、何このメンツ。そっか、キリュウさんがガンだったなんてね。俺も最初に聞いた時はショックだったよ。けどこの話はもう一周回って、今は次のステップだ。それがエンディングノートのリスト？うん、こうなりゃ何としても全部達成してほしくってさ。俺と孫輝でがっつりサポートするつもりよ。なるほど。なんかそう聞くと燃えてくるね。そこでなんだがな、さっちゃん、俺と孫輝だけじゃちょっとだけ心細くてよ、もう一人仲間が欲しいんだ。ふんふん、じゃあそれが私ってわけ？そういうこと。手伝ってくれるか？当たり前でしょ。むしろ私を外しちゃお話にならないじゃん。安心して、桐生さん、私がどこにだって案内してあげるから。迷惑じゃねえのか？何言ってんの、水臭い。またみんなでやろうよ、前みたいにさ。それにほら、なんちゃんと孫輝だけじゃ花がないんじゃない？ふっ、面白いことを言う。なら、その花とやらがどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。オッケー、相手に不足はないってところね。おい、今何が起きてるんだ？チームが一つにまとまったってやつですよ。というわけで、よろしくどうぞ、キリュウさん。よし、これでサッちゃんも決まりだ。じゃあまずはキリュウさんご所望のカラオケ行こうぜ。正直、少し意外だった。ん？お前はもっと桐生さんに療養を迫るかと思っていた。職業的な立場からしてもね。そうしたいのは山々だけどよ。ほら、北風と太陽だ。ん？桐生さんがああ言ってんだ。滅多なことで気持ちを変えられるもんじゃねえ。けど医者が言ってた。何かのきっかけで考えが変わるかもしれないってよ。だから作戦変更だ。キリュウさんに思いっきりやりたいことを楽しんでもらう。そんで生きてるって最高って感じてもらうんだ。そしたら生きようと思い直すかもしれない。そういうこと。後でサッチャーにも言っとくつもりだ。このエンディングノートの真の狙いってやつをな。孫輝も頼むぜ。あの人を黙って死なせてたまるかってんだ。全く同感だ。なんちゃん、一番元気でやってる？ハワイでトラブルに巻き込まれてるよ。それもあいつらしいだろ。ねえ、キリュウさん。ああ、俺が向こうで会った時は、うん、もう警察に手錠かけられてたからね。なんていうか、相変わらず気になるよな、一番のこと。うん、別に、なんとなく聞いてみただけ。あれ、そうなのか。
ここはね、キリュウさん、俺らの行きつけなんですよ。サバイバーっつってね。マスターはちょっとこわもてですけど、根はいい人なんで大丈夫。偉人町で歌聞かせたいならここしかないわよね。どうもマスター、新しい客連れてきたぜ。うん、こちらは鈴木太一さん。もしかしてお知り合い？いえ、どなたかと人違いされているんでしょう。はじめまして、サバイバーへようこそ、鈴木さん。昔よく似た人がいたんだ。だがマスターの言う通り人違いだった。失礼しました。いえ、どうかお気になさらず。こちらこそよくある顔なもんですから。あの二人知り合いか？そうなのかな、うん、ただの人違いだったんだろ。私たちは歌いに来たんだ。さ、始めようじゃないか。ええ、どうぞ。本日は貸し切りにします。どうぞ心置きなく楽しんでください。ありがとうマスター。夢を追って傷ついて。ハワイにいた時はどうなるかと思ってたけどよ、キリュウさん、だいぶ元気になったように見えるぜ。これもソンヒとサッちゃんのおかげだ。水臭いんだって、ナンちゃんは。もっと気楽に頼ってよ。私だってキリュウさんには恩義がある。やれるだけのことはさせてもらうつもりだ。だね。私も偉人町の人間としては桐生さんに恩返ししたいし、何よりもしかすると助かるかもしれないのに放っておくなんてできないって。二人がいてくれてよかったぜ。俺一人じゃさすがに荷が重かったからよ。なんなのよこの涙、バカみたい。キリュウさん、お上手でした。最高でしたよ。噂は本当だったな。道島の竜はなかなか歌を聴かせる。ちゃんと聞いてなかったように見えたぜ。まさか、聞いてましたよ。まあ、別にそんなんでへそ曲げるわけじゃねえがよ。だから聞いてましたって。誰だ、次の曲だぞ。どういうわけだろうな。次の曲も俺だ。いや、絶対わざとでしょ。レールから外れた、なら盛り上げていくか。入れるぞ愛の手、燃やすぞ魂。おっしゃー、おっしゃー。握り拳が俺たちのジャッジメント。ちょっと失礼するよ。うん、早く戻ってこいよ。いやー、キリュウさん、今日楽しいっすね。俺はおかげでいい気分ですよ。本当？ああ、マスター、おかわり。
私だ。どうした？重要な連絡だろうが、私はしばらくお楽しみだと言ったはずだ。分かってるよ。でも仕方ないだろう。ずっと憧れの桐生さんと一緒なんだから。よう、ソンヒ。なんだよ、また眉間にシワ寄っちゃってるぞ。そうか、そんなことはないだろう。仕事の話じゃねえのか。あれれ、桐生さんと遊ぶより大事な仕事なんてある？別に大した要件じゃなかった。ただちょっと気がかりな情報ではあった。なんだよ、気がかりな情報って。青龍会に妙な動きがある。組員を増やして勢力を急拡大させているんだよ。あれ、なんだよ、そんなことも知らなかったのか、あのコミジルが。あそこは頭の海老名ってのが極道の第二次大解散を企画しててよ。それで元登場会やらのヤクザに声かけてんだ。ああ、俺も春日からそんな風に聞いてる。行き場のない元極道たちに受け皿を作る。それが第二次大解散の目的だ。そのため一時的に青龍会の杯を受けさせて仕事を与えている。港の倉庫でゴミの保管ビジネスをしてるのもその一環だ。春日がハローワークでやってた慈善事業の拡大版と言える。なんだよ、やっぱり知ってたんじゃねえか。だがな、どうも今青龍会が組に引き入れている連中にはまっとうに社会復帰できていた者もいるらしい。それも少ない数じゃない、100人単位だ。え、なんでそんなこと。ちゃんと社会復帰できたんなら青龍会に行く理由はないはずでしょ。海老名の言う社会復帰のための一時的な受け皿ってのは表向きの綺麗事で、本当の目的は別にある可能性が高い。確かなんだ。それは無礼な質問だな。コミジルの情報網を束ねているのはこの私だ。まあまあ、でもよ、なんかの勘違いかもしれねえだろ。社会復帰できてたって、実は本人的にはやりたくもねえ仕事で嫌気がさしてたとか。確かに元ヤクザたちそれぞれの事情までは知りようもない。私が気がかりな情報だという理由はもう一つある。青龍会はね、ゴミビジネスの拠点を横浜からハワイに移そうとしているんだよ。何？最近青龍会の杯を受けた連中はみんなハワイへ向かうことになる。ついこの間まであなたがいた場所だ。これは単なる偶然か、それとも何か意図的なものかな。何なんだよ、ハワイに何があるってんだ。青龍会の人が誰かハワイに縁があるとか。そういや、春日にハワイへ向かうように言ったのは確か。それなら沢城ですね。元荒川組の頭で荒川真澄の右腕だったやつです。そんで茜さんが生きてたことをずっと一人腹ん中に隠してた。それが今は青龍会で海老名のすぐ隣に立っている。じゃあエンディングノートのリストに一つ追加した方が良さそうだ。沢城と話すっての。そういう使い方もあるんですね。青龍会の本部はすぐそこだったな。ああ、だが今は沢城やほとんどの幹部たちは偉人町にいない。増えた組員のためにここ1週間ほどで別の支部を立ち上げたんだ。もし桐生さんに行く気があるなら明日私が案内しよう。そうか、分かったよ。
お、おい、ありがとうございます。よう、ソンヒ。キリュウさん、あなたも飲みに来たのか。酒は百薬の長だからな。変な言い訳はしなくていい。何を飲もうがあなたの勝手だ。口を出す気はない。助かる。隣いいか。うん。あの桐生一馬がふらりと来て隣で飲むなんてな、なんだかおかしな感覚だね。そんな大層なもんじゃねえ。白髪混じりのただの中年だ。それに引き換え、あんた小見汁に加えて半ピン竜マンのトップでもある。どれだけの部下の人生を背負ってるか、相当なプレッシャーだろう。持ち上げすぎだよ。俺はその重荷を放り出したからな。ああ、あのことか。あなたは東城会の四代目を襲名して直後に引退したんだったな。もう20年くらい前か。もしあの時桐生さんが会長を続けていたら、東城会はどうなってたかな。どうだろうな。いずれ東城会は解散してたろう。時代の流れだ。俺一人でその流れがどうこう変わることはきっとなかった。むしろ俺がトップじゃ東城会の解散は早まったかもな。上に立つ器じゃなかったんだ。器か。あなたは群れるのが性に合わなかっただけでは。はっきり言うな。いや、無礼をするつもりはなかった。大丈夫だ、そんな風に思っちゃいない。バッサリ言われるのは少し新鮮でよかった。さすがは大組織のトップだな。裏社会なりの掟と秩序が保たれている限り特にやることはないさ。不心得者が現れた時だけ睨みを聞かせればそれで十分。トップの役割といったらそれくらいだ。楽な仕事だろ。あんたは人に弱みを見せない。重責を負った上でそうやって涼しい顔でいられるのは大したもんだ。よくそう言われるが、本当に苦じゃないんだよ。私は今の仕事や立場を楽しんでいる。もちろん最初は試練もあったがね。リーダーシップを身につけるのに訓練はいらなかった。適材適所ってやつか。コミジュルもハンピン・リューマンもあんたがトップで恵まれたな。あなたにそう言ってもらえるのは光栄だよ。
まだ時間はあんのか。桐生さんがまだ飲むというのに私から切り上げたりはしない。当然行けるとこまで行くさ。いつもそんな調子で酒を飲むのか。あんたの部下になったら大変そうだ。裏社会もパワハラに気を使うご時世さ。部下にそんな無茶はさせないよ。恐怖による支配力を否定するつもりはないが、それだけじゃ長続きはしないからね。なるほどな。つくづくあんたはトップに立つのが向いてるみたいだ。そういやコミジュルってのは今も町中を監視してんのか。そこから吸い上げるあらゆる情報がコミジュルの力の源だったよな。ああ、ただ私が全てを把握してるわけじゃない。必要な情報だけ腹心が私に上げてくるルールだ。腹心？反順義か。ああ、非常に優秀だし、私へ変わらぬ忠誠を誓ってくれている。私にとってまさに右腕だよ。陰銀無礼なところがたまに傷だがね。とはいえもちろん他にも腹心と言える部下はいる。私の父親世代の連中なんかもね。父親世代となると俺と大して変わらねえ年か。そうだね。組織でサイコさんの良きおじさんたちだ。彼らからはお小言をもらうことも多い。あんたにも怖いものがあったか。コミジュルの前は人言派にいた人たちだからね。若き日には全盛期の登場会としのぎを削り合った。おそらくキルさんが名を馳せるより少し前の時代だろう。私は彼らからあなたの武勇伝も聞かされたものでね。それが今隣にいるのだから、その緊張するというか。ん？なんだって？いや、なんでもない。忘れてくれ。かつての人言派たちか。なら俺があんたといるのを不快に思わなきゃいいが。それは確かにどうなんだろうな。だがもしそういう気持ちがあっても私が抑えるよ。安心していい。あのおじさんたちも私の言うことには逆らわん。おじさんたちとは俺が会って話す。もし必要ならばな。あんたに迷惑はかけない。それはむしろ私にとって恥になる。この町にいる限りトラブルは全て私を頼ってくれ。あなたは私にとってそういう客なんだよ。そうか、ありがとうな、ソンヒ。そばにいてくれて心強く思ってる。ああ、最近の偉人町は平和すぎてね。ずっと物足りないと思っていたところだ。あなたがこの町に現れたことで何か面白くなりそうな気がしている。おいおい、何か物騒な期待をしちゃいねえか。そんなことはないさ。いいかな、キリュウさん、改めてこの町に来たことを歓迎させてもらうよ。ああ、偉人町へようこそ、キリュウカズマ。乾杯。乾杯。楽しいひとときだったようですね、ソンヒさん。マスターの目にはそう見えたか。ええ。ここだけの話、実はずっと緊張していた。相手は堂島の竜で、まさに伝説の存在。裏社会では私よりもずっと格上だからね。偉人町を代表して粗相はできないんだ。私は桐生さんに変なことを言ったりしてなかったか。私が聞いていた限り
大丈夫だったようです。そうか、マスターがそう言ってくれるなら安心だな。そうですか。あの桐生一馬とサシで酒を飲んでるなんてな。だがちゃんとやれてるぞ私。ようなんば、隣いいか。もちろん、一人で寂しくやってるとこです。ああ、ただ、桐生さんもやっぱり飲まれます？気を使わせちまってすまねえな。これでも元看護師ですから。それに桐生さんのことは一番からくれぐれも頼むって言われてますんでね。わかった、酒は控えとくよ。今日はウーロン茶にしておこう。なら俺もお付き合いします。マサ、そういやお前たちはみんな仕事をなくしちまったんだってな。そうなんです。俺も一番も足立さんもみんないっぺんに。俺は以前訳あってホームレスやってましてね。そこからこの年になっての再就職だったんで、結構苦労して見つけた働き口だったんですけど、急にパーになっちまいました。どんな仕事だったんだ？医療器具メーカーの倉庫で検品作業です。やっぱり医療関係なんだな。どうかな、関係あるようなないような。まあその仕事に就くまではいろいろやりましたけど、どこも日雇いとか短期のやつばっかで。でも検品の仕事は2年契約更新してもらって、職場のやつらともうまくいってたんです。ほら俺も年だけは行ってるんで、結構若い連中に慕われたりして。年だけだなんて謙遜することないさ。俺も随分助けられたからな。お前が人に慕われるのもよくわかる。そんな嫌だな、照れるじゃないですか。照れる必要なんてない。改めて礼を言わせてくれ。いやいや、マジでやめてくださいって。やばいな、やっぱちょっとだけ飲もうかな。それにしても年食ってから新しい仕事に就くってのは随分苦労したろう。せっかく頑張っていたのに残念だったな。そこですよ。あ、聞いてくれます、桐生さん。俺を慕ってくれた中には若い子もいたんです。なんだ、急に元気になったな。あ、いやだってやっぱり嬉しいじゃないですか。その子おおらかな子だったんで、ちょっとドジも多かったんですけど、そのドジっ子がね、常々俺に言ってくれてたんですよ。難波さんはずっとここ辞めないでくださいねって。ふん、居心地のいい職場だったみたいだな。あ、別に下心とかじゃないですよ。分かってる、お前はそんなやつじゃねえよ。たくも。あ、でですね、地味な仕事でしたけど、俺はまあ人一倍楽しくやってました。新しい環境で新しい仲間ができて、やっと社会ってやつに居場所ができた気がしました。元ホームレスとしちゃかなり恵まれた再出発だったと思います。なのにある日急に契約終了を突きつけられて、もう来なくていいって。理由は何だったんだ？いや、そんな説明ありませんよ。契約は更新しないと言われたらそれまでです。ひでえ話だな。ええ、でその後家に帰ってみたら、一番のことがネットで炎上してると分かりました。それまで俺は
浜の英雄とダチだってことを職場で吹いてましたからね。会社としちゃ自分らに飛び火しねえうちに俺を切りたかったんでしょう。春日の騒ぎに巻き込まれたってわけか。もちろんあいつのせいだなんて思いません。一番も足立さんもはめられたんです。だから俺はほんの少しだってあいつらを恨みに思ったことはないですよ。お前は大した男だ。なかなかできることじゃねえ。春日はいい友人に恵まれた。いえ、そんな大層なもんじゃないですってば。参ったな。お前は自分を過小評価してんのかもしれねえな。お前も自分の生活を立て直そうって時なのにすまないな。俺に付き合わせちまって。そんなことないですよ。いや、確かに一番に頼まれてハワイから送ってきたけど、今こうしているのは俺が好きでやってることです。だからマジでそんな気にしないでくださいね。でないと俺もかえってやりづらい。わかったよ。ありがとな。じゃあこれからも一つよろしくってことで乾杯しますか。そうだな。懐かしいな。手加減叩き潰す。
してこいよ。容赦しない。見さらせ。感じ。やりづらいな。仕留める。行くぞ。これはどうよ。調子出てきたぜ。邪魔は芝居だ。ピンチってやつか。見たか、俺の活躍。見とれないでよね。キルさん、